続いてはリーダーズイのコーナーですではゲストをご紹介します今夜は株式会社エンジョイントの鳥毛雅宏代表取締役にお越しいただき障害者のグループホームの今をテーマにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いします さての株式会社、エンジョイントなんですけれども、2020年11月の創業ということなんですねで、現在は知的障害や精神障害、それに発達障害がある方向けのグループホーム、名前がワンズプレイスということなんですが、県内7箇所で運営をされているということなんですねで。まずはこの障害者のグループホームなんですけれども、どういったものなのか教えてください。はい、障害者グルーープホームは 主に18歳から65歳の障害のある方が利用できる福祉サービスですイメージとしてはシェアハウスだったり寮のようなものをイメージしてもらえれば分かりやすいかなと思いますその中でご本人やご家族関係機関の方々のお話を伺いながら食事や入力あるいはお仕事の相談に乗るなどの支援をしています県内における障害者のグループホームはどういう整備状況なんでしょうか 県内でグループホームの数は年々増加していて地域差はあるものの以前よりもグループホーム自体は探しやすい状況になっているかと思います一方で実際にグループホームを探されている方のお話を聞くと重い障害がある方向けの施設が不足していたりあるいは全体の施設数が増加傾向にある中で運営管理の質にばらつきがあったりなどの課題もある状況です、はい あのまあ、こうした中、エンジョイントが運営するグループホームなんですけれども、特徴とすると、一戸建てを活用した少人数のスタイルというふうに聞いているんですけれども、どうしてこのやり方を選んだんでしょうか、はい、私自身、起業する前は、病院や介護施設で理学療法士として働いていたんですが、その中で、ご家族は施設で暮らしてほしいと思っていて、一方で、ご本人の気持ちとしては、 サポートは受けたいんだけども施設っぽい雰囲気がどうしても苦手という方がたくさんいましたそのような方にとって一戸建ての環境はこれまでの暮らしと近いのである程度生活はしやすいのかなと思いましてこのスタイルを採用しました、うん、一戸建てで安心できる環境を目指したということですねただ少人数のスタイルを採用したことでスタッフの採用待ちや利用者の 入居間違える事業所もあると聞きましたがそのあたりどうでしょうか、はい、福祉業界全体の課題として人手不足の課題を抱えていますそこで弊社は創業時から副業で働きたい方やうちで働きながら他の仕事にもチャレンジしたいという方の採用にも積極的に行ってきていて採用にはとにかく力を入れています また、福祉事業は法律で支援に当たる人員の数やサービスの単価が決められていて生産性を上げることが本当に難しいのですがその中でも弊社はさまざまなクラウドサービスを組み合わせて経理や総務などの仕事を自動化するなどの生産性を上げる取り組みにかなり力を入れています。まままだまだ改善予知もありますが創業してから2年半で 事業所数と売り上げともに年々増加する中で、バックオフィスの人材をこれまで一人も雇わずに来れているということは、日々、現場で働く従業員の方々の処遇を上げることにもつながってきますので、引き続き取り組んでいきたいなと思っています。はい、あの現場とかね、業界をよくしたいという思いが伝わってくるんですけれども、はいえー、今の鳥毛さんが着てらっしゃる T シャツ、はい、実は なんか書いてあると思うんですけども、はい <laughs> ね、えこれ入居者の家庭の思いがあってこの T シャツを着ているということなんですね。はい。はい、そうですね。実は入居者さんの一人が今日誕生日でして、はい、まあそのお祝いも兼ねて、はい。こんな T シャツを着てみました、はいはい。ハッピーバースデーというふうに書かれているんですかね。はい、ちょっとこう胸を広げていただくとあい、はい、こういった T シャツなんですね。<laughs> はい。でワンズプレイスではえっと入居者さんの誕生日にその方がこう食べたいものを みんなで食べに行ったりとかあとは作ったりする文化があるのですがそれも目の前の一人の幸せにこだわっていきたいという思いを持つスタッフが取り組んでくれててていいまますす、うん、温かい気持ちが伝わってきますねさてエンジョイントは2020年の創業とお伝えしましたがどうしてこの会社をそもそも起こそううと思ったんでしょうか、はい、と私はもともと医療や福祉の現場で働いていてその中で自分の家族に 心から勧められる福祉サービスを両者さん一人一人に提供しながら同じかそれ以上の熱量で働く人の幸せにもしっかりとコミットしている組織を作りたいと思いましたでもちろん今であればそれがどれだけ難しいことかっていうのが分かるんですけども当時は20代でしたのでよしないなら自分で作ろうっていう思いで起業しましたう いうことだと思うんですけど、今後のビジョンについてもぜひお聞かせください。はい、えー、私は群馬で生まれて群馬県が本当に好きなので、今後のビジョンとしても全国展開などは考えていません。それよりも今目の前にいる一人一人の入居者の暮らしの選択肢をこう増やすようなことであったり、今働いている方がもっともっと自分の周りの人たちにこう話したくなるようなこうワクワクするような 会社づくりに取り組んでいき結果としてこう群馬の福祉に貢献できればうれしいなと思います、はい、なんか心強い感じも、ね、しますけれどもね、ねはい、今夜は株式会社エンジョイントの鳥毛正弘代表取締役にお越しいただき障害者のグループホームの今をテーマにお話しいただきました。ありがとうございました。